「機動戦士ガンダム」ってやっぱり全43本テレビシリーズをです、ね、映画3本で見せるからもう本当に詰めて詰めて詰めて省略してるんですね。 ところがこのキシリアとの会話のシーンだけです、ね、例外的にわざわざ伸ばしてるんです、ね、そろそろ進行中の連邦軍の左翼の隊と接触をするようだってはいって答えるんですグラナダを無視してアバーワクへ向かうと見えたとなると我が隊も一戦を避けられんギレンに対しても戦ってみせねばなと。どうした座るがいいって言うとです、ね、決意したシャアはですね席に座るといきなりマスク自分から外すんですねそうするとキシリアが やはりな、言われてみれば父上の面影がある。気づかぬものだ。だってそうだろう。キャスバル大君とシャーアズナブル。違いすぎる。で、えー、ドズル閣下から左遷されてキシリア様から呼ばれたときに、いつかこのような日が来るとは思ってましたが、いざとなると怖いものです。手の震えが止まりません。私だってそうだと。とお前の素性を知ったときにはさすがに笑ったよ。とシャアが。 お笑いになったそうだろうが私は4歳頃のキャスバラボーヤーと遊んでやれたこともあるのだよお忘れかいそれがガルマが死ぬ時の赤い彗星らしからの働きフラナガン期間に接触を始めた先読みのシャア少しはおかしいと思って当然だろうそういうしたたかな士官がキャスバラボーヤだなんて腹が立つよりかわいじゃないかありがとうございますキシリア様ってシャアが返事するとでお前にニュータイプ部隊を預けるからには本心が聞きたい ザビ家だと諦めてなおキャスバルがではなくシャアが目論んでいるものをガルマ様の時虚しくなりましたキシリア様流に言えば復讐の後に何の高揚感もなくただ虚しい自分を見つけたのですおかしくなったのです自分に笑ったのですとその時私の父もそうらしいなって小さい声で言うんですでシャアはここで目をそらすんですよで で、父の言うようなニュータイプの時代の変革があるのならば見てみたいそれが自分の野心ですっていうんですところがこの自分の野心ですっていう時に目をそらしてるんですよこれ本音じゃないからなんですよねで本音じゃないっていうのはここで嘘を言ってるんじゃなくてシャは自分の本音がわからないんですよ。困ったことに。だからキシリアから言われた時にあの間抜け側の絶交するのは 自分の本音がかかからななったからなんですね。お前が本当に考えてるのは何だ野心が何だという時に答えられないその代わりに殺したけど虚しかったというとでその後、本音というふうに聞かれてニュータイプの時代の変革があるのを見てみたいそれが自分の野心ですって言うんですけども自分でもねまだ信じられないお題目っていうのかななんかあのー、ありませんかあのお前考えたことなんだよ何人がやりたいんだよっていやだから 芸人になりたいんだよとかです、ね「いやだか,あのだから美味しいご飯作ってみんなを幸せにしたいだけなんだよ」っていうふうにとっさに言っちゃう嘘じゃない嘘みたいなもんですか。でその言葉が自分の将来を縛ってそっから先ですね自分のお題目になってしまうっていうようなことあると思うんですけど多分ねこれそれなんですよ。だから、目を外す演技してるんですね。で 以後、このシャーはです、ね、最終回に向かって自分が信じてない目標に向かって進み出すんですってなので最終回で,です、ね、妹に「兄さん何考えてるのおかしいじゃないの」ってアブルの目の前で罵倒されるっていうみっともない姿を晒すのは何でかというとこの時キシリアに詰められて、えー、ニュータイプの時代の変革があるのなら見てみたいそれが自分の野心だというふうに言うんですね。でこの シャアの間違った目標ですかっていうのはこの後ですね、機動戦士、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダムとずっとこのシャアは自分の信じてない目標のために戦いですね。逆襲のシャアでもまださらに自分の信じてない目標のためにですね、あの、小惑星を地球に落としてですね。 アムロと最終的にモビルスーツによるドツケームするところまでやるんですけどもここからもうできてるんですねその目線を外して目標を言うっていうそれは自分の身体の目標であって本来はテレビ版のです、ね、最終回でやったガルマにです、ね、私からの手向けだと言ったあの辺りの行動で語られることセリフじゃないんですよ。セリフじゃなくて行動で語られるシャアの動きがシャアの本音だっていうのが 観観客客にににかかるるる。ようでできてるんですね。観客には分かるそれはもう誰も見てないところであの妹も見てないところでやっていることですね誰にも聞かせられないセリフっていうのがシャアの本音なんですけどそこは観客ににだけ告げられた本音っていう構造になっているんですね。ここであくまで出てきたのがシャアの目的ではなくてシャアがここから先お題目にする自分で信じてない理想みたいなことを語るシーンでした。 切りり抜きき動画をごご視聴いいたただきありがとうございました私はこのチャンネルの中の人です。私はクラスメイトの女の子です。第41話光る宇宙。今回はシャアの戦う動機の解説だったね。そうだね。今回は岡田敏夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介します。キャスバルニーさんは人生の目標を間違えるは母になってくれたかもしれない女性も間違えるわで、大変ですなぁ。 自分の本音がわからない。それが、ラストフェンシング前の銃撃戦の、人は流れに乗ればいいだから、私は君を殺す、尻り滅裂なセリフにも出てる。そりゃ、セイラに罵倒もされるわな。ニュータイプの未来というお題目に、一番理解を示してた、騎士ディアと差し違えるラストは、そんなのは、実際にニュータイプになる、若い奴らに任せりゃいいじゃんという。 シャアの決意表明だったのかもしれないなのに、生き残ってしまったばっかりに、シャアは本当は何を感じてどうしたかったのか、ずっと自分の信じてない目標を動力源にしてるけど、本当の本当は何がしたいのか、どう思っているのか、どうしたいのか、そういうことをつかめずに、それに苦しむ、みたいな、これって実は富野さんなのかもですね。お付き合いいただき、ありがとうございました。これからもこの切り抜きチャンネルでは、 岡田ダトシオのガンダムネタを中心に動画をアップしていきますのでこれからもよろしくお願いいたしますショート動画もありますのでよろしければそちらもお楽しみくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました